ベルクラでございます。今回はね、ブラザーという RPG の方をやっていきたいと思います。このブラザーっていうのはね、最近なのか分かりませんけどもね、 Steam の方で安売りしてて、安くで売ってありまして、5ドルぐらいだったかな、私が買った時は。ゲームスパークさんっていうね、ゲーム情報サイトの方で埋もれた両芸のトップ10をやってまして、その3位に入ってた記事を見ましてね、ちょっと気になって買ってみようと思ったわけですね。これ、ちなみにコントローラー1つで兄弟2人を操作する、兄と弟を操作するというちょっと変わったゲームらしいです。とりあえずゲームやりながら、いろいろ見ていきたいと思います。ちなみに日本語になっております。日本語ローカライズされております。大丈夫か、手を取れ。あ、お母さん、お母さんはもうずいぶん前に亡くなったということですね。その墓参りだったんでしょうね。自分で救えなかったこの両親の呵責といいますか、そういうものをね、胸に秘めていると。兄はね、基本的に長男はね、責任感をね強く持ってしまいますから。姉ちゃん言語は日本語、英語でも何でもない、何か特別な言語なんでしょうか。ないはいはい、あった弟これ父ちゃんか。結構大変そうだね父ちゃん。大丈夫か。ああ父ちゃん運べと。グラフィックいいね、やっぱりいいね。なんかこう岩の質感とかがすごいいいですね。なんだろう、ライティングなのかな、非常にいいね雰囲気。うん、あ、ビッグブラザー左、リトルブラザーこっち右、そして2人で運ぶ。ああこれいい、これいいな、確かに斬新。おだからリトルブラザーを右でこう先導させながら、こう親父をなんていうか中心に運んでいく感じでしょうね。ああこれ面白い。なんか操作がちょっと斬新だと、それだけでちょっとなんか楽しい感じがしますよね。こう、なんかシンプルだけど非常に使い心地いいですね、この操作感は。不必要な、なんか複雑なコマンドがない分やりやすいんだろうね。大丈夫父ちゃん、咳込んでるけど何の病気なんだろう。まあ、風邪とかではないことは確かでしょうね。これからこの親父のために壮大な冒険に出かけないといけないわけですから、そんな風邪ぐらいだったらね、風邪薬買ってこいよっていう話になっちゃうので。はい到着、よし。あ、すごい、2人ともこう、あ、やばい、なんかすげえ混乱する。あのちゃんと、よし、リトルブラザーに任せよう。任せろ、ビッグブラザーがやってやるよ。そこどけ、どけどけ、ビッグブラザーの、だ、ビッグブラザーの出番だ。いいね、やっぱちょっと力系はビッグブラザーなんですよね。なんかいつまでも名前がないのもあれですがね。よし、どうぞそっち頼む、こっち行くぞーい。あー、水の表現とか岩の表現もいい、すごい。そこら辺の今度はここか。あ、上
これ弟いける？難しそう。ちょっと二人協力プレイじゃんこれ。肩車的なさ、これなんかさ、これがしてんだもんね。ね、あ、オッケー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 、こっちかこっちか。ね、わかった、これね、背が足りないから兄ちゃん行くわ。ここで、あーいいねいいね、そういうことだね、そういうことだね。あ、へい兄ちゃん、ありがとう弟よ。一子相伝のみたいな、一子相伝の技を。ああちょっと待って、ちょっと右は、右ブラザー、お、二人で掴んだ。あ、回すのかスティックを。ああはい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 、なかなか直感的で面白いね。いいねいいね、そういうことね。あ、もう回さんでいいわ。父ちゃん今、今行くから、今運ぶから、もうすぐ自宅だから。来た来た、はい、お、医者か、医者か、医者の家か。アフィア、よろしくお願いします。いやいや、よろしくお願いします。本当に村だね、海辺の村なんだろうね。魚とかなんかうまい鯛とか釣って父ちゃんに食わせたいね。マルラキサメ、ちょっと銀タラの、銀タラ食べてた方がいいんじゃないの。いや銀タラはな、高い、高いんだ、お前らじゃ買えない。これを持っていけ、銀タラの場所が記されてる。ここに銀タラだ、大きな銀タラがここに泳いで、そこを泳いでお前らは友だ。両親を息子としてたら兄ちゃんが取る、みんなで取る。あのね、大切なシーンなのよここ。父ちゃん頑張るから、銀タラ絶対取ってきてやるから。これ非常に大変な病気なのかな、何なんだろうね。いや、この世界でいう何か非常に危険な病気なんでしょうか、病に侵されてるんでしょうかね。いやすごい面白いな、このなんていうか同時に操作するの混乱しますけどね、入れ替わると。ちょっとこれね、2人私が操作しております。おお、こっちから来たんだもんね。あーすげえいい雰囲気ここ。あんた、どん、何？え？アティナバ。何してんだ、通せよ。ここは、ここを通りだけは金を払えみたいなことなの？どけ。これを見よう。銀タラだ、銀タラが好きじゃねえと。下行こうぜ、下から行こうぜ、あいつほっといて下行こうぜ。おおおお、なんかちょっと細かい動きがいいですね、非常に。うん、え、水嫌いなの？泳げないんだ僕は。言ったじゃないか、金虫なんだ。まあ、兄ちゃんに任せろ、兄ちゃんが泳いでいくから。じゃあ僕は見てるだけでいいの？それは見てるだけじゃダメだろう。行くぞ、兄ちゃんについてこい。リトルブラザーが乗っかる。あ、やっぱそういうことね、任せろ。いやいいね、兄弟愛だね、兄弟愛だね本当に、ね、こっちから行った方がいいのかな。あ、でもこの草を登れないかね。あ、こっち行けないみたいですね。あいつの下をくぐって向こうの方に行きましょう。この辺銀タラ泳いでんじゃねえか、すごいさ自然豊かだから絶対食べ物美味しいですよ。
登ろうぜ。あ、コンボ野郎どっか行け。よし、ここ村だもんね。いい、ググでググでお前らは引っ掛けてねみたいな。ふざけやがって。ここ登ろうぜ。ここ登れないじゃない。いけるね、いけるね。おお、ジャンプか。これでジャンプか。いいね、いいね、いいね、いいね。いや、なかなかこれ頭使いますね。なんかこう、なんかあのゼルダやってた時のあの感覚にも襲われるな。あのゲームスパークさんの方での記事ではね、こう以降、あのね、名作以降、あのゲームの操作感に、まあ、R1 ボタンに匹敵するとも言えるなんかこう手法なんじゃないかとね言われますけど、いやまさにね、以降私もクリアしてますけどね、なんかああいう感覚がちょっと、呼び起こされますよね。よし、おお、いいね、いいね、ジャッキー張りだね。で、一切のね、ダイアログやメッセージもないから、まあ、英語でなくても楽しめると、まあ、そもそも日本語になってるんでね、その点。あ、カメラね、こうやってカメラで見ると。あ、じいちゃん、なんかハゲたじいちゃん寝てる。あー、すごいいい雰囲気してるね、この街。スカイリムもちょっと思い出しちゃうね。えい、じいちゃん、ハゲじいさん、あ、座れんだ。どれ、うわー、綺麗。こんな町に住みて。で、どっから行くかだよね。このドア、あった。いや、違うのか。あ、そこか。いいね、それいい考えだね。いいね、いいね。またカカシが、なんか、ああ、鳥、鳥呼んだ。あった、口笛吹きましたね。あった、あ、真似したなんかこういうあのちょっとした遊びですね。あの遊び心があってね、非常に私こういうのすごい好きです。さあ登りましょう。ここ登れと言わんばかりの網がある。あった、いやー、これね、入れ替わると途端に難しくなる。今左が弟になってるんでね、キャラクターのまた特徴によってね、役割が決まってるあたりもいいですよね。おお、おお、いいなー、なんか楽しい。いやー、なんかこう街を歩いてるだけで楽しいって感覚久しぶりだな。フェイブル以来だな。フェイブル、スカイリムかな。フェイブルもね、面白いんですよ。最初の少年期時代とかもこんな感じでね。あのいじめっ子、ふざけやがって。見てろよ。ちょっと見回してみましょうか。そこに犬がいるんですね。ここが柵か。お前どうしてくれんだ。この隙間なら弟通れんじゃない？いけない？いけないか。あ、いけた、いけた、いけた。さすが。あ、なんか今助けてやるぞ。いけー！あいつ、あいつ。すげえチワハみたいなのが追いかけてったな。あいつヘタレだな。うん。あ、水の音も聞こえる。音楽も非常にいいですね、雰囲気あって。この効果音ですかね。うん。犬が苦手か。あちげげってなってますね。犬嫌いなんだ僕は。うわー、雰囲気いい。こういうとこすごい雰囲気いい。あの犬と遊ん、猫と遊んでるのか。街の中にちょっとした川があるっていうのはね、非常に好きなんですよ私。ああ、いいね。夜のこの姿も見てみたいですね、ここの街の。あ、このおっちゃんも寝てる。すごく平和な街でいいですね。
水。あ知り合いか。なんてことしてくれんだ弟。これ下ろしてくんないですか、おじちゃん。これ下ろしてくんない。ちょっと待って。操作が弱くなって。お願いします。アフィダ。いやおかしいね。おじちゃんそこなんかさレバーみたいなのあるけど、それ多分それなんだわ。ちょっとさ、なんか行けるとこあるかな。下にちょっと行ってみましょうか。椅子には座れないのか。これはここまでと。やはりあのレバーですね。あのレバーだね。あれで下ろすんだろうね。これを見よう。銀河高橋しがないねえね。行けこぞ。うめえ銀太郎を取ってくれ。あ、まだ。よしよしよし。おちょう村を出ちゃうぞ。さあ冒険に行きます。どうやって戦うんだろう。おばあちゃんだ。おばあちゃんいるね。こんにちは。こんにちは。あ、鶏。ほんとちょっとしたことにアクションが。どうも、これを見ませんでしたか。その銀太郎はあのあっちの方だけにあったよ。あったよ。何を探してんのか。もう銀太郎に例えていきますから私は。ごめんなさい、ごめんください。基本的に人に町人に尋ねるのは兄ちゃんの役目だ。てやな、私がやります。こんな感じでしょうか。できたら5ゴールドほど恵んでいただければ。何もないんかい、何もないんかい。井戸だな。井戸だぞ弟よ。井戸だねお兄ちゃん。よし、え、つばい。こんなにとクソだねお兄ちゃんみたいなね。ちょっと弟の声の完成度がすげえ低かったな今。いや、いや、こんにちは。ボールをか、行くぞボールを。ほれ、あ、入った。バスケだこれ。お兄ちゃん僕もやるよ。ちょっと貸してみな。任せろ。もう一回やらせんか。いや、ボール遊びとかもできるんですね。あ、あ、こう別れながら行くことも可能と。いや、面白い面白い。いいね、分担作業をね。その分あの脳みそこれ結構使いますよ。何どうした、何どうしたどうした。あ、離れすぎたから兄ちゃんってなったのかな。はい、ない。あ、そうだね、離れすぎるとどうやらダメみたいですね。これは何、何か封をされてますね。まあ、どんどん進んでいきましょう。とりあえず基本的にいろんなものにちょっとなんか興味を出してしまいますが申し訳ない。摘むの手伝おうかお兄ちゃん。これ お花なの、バラ。これなんかあるのかな、やってたら、親切してたら。あ、2人で襲う。兄弟揃えば敵なしだ。よし。あれ、なんかここにも村、鍛冶屋みたいなのが。こんにちは。どうもこんにちは。と聞かせていただけますか。これがロックだ。どうやらすごい受けてたみたいだね、おじさんに。大受けだったみたい。お、水のとこ。いいねいいねいいね。もうそろそろ村抜けちゃうんじゃないこれ。あ、酒飲み。それくれ。それ、
僕にもちょうだい。くわー、これなんじゃこりゃ。なんじゃこりゃこれ。アイス。しかし兄ちゃんに任せろ。その先は兄ちゃんに任せろ。あ、まずはこれ。ダメだダメだ、酔っ払いにはダメだ。さよなら。こうやって人に聞いていくとなんか分かってくるんでしょうか。あ、リスリスリスいた、今隠れちゃったね。ん、あそこに風車ある。なんか来たなんか来たなんか来た。ああ、兄ちゃんに何すんだ。兄ちゃん。あの、どうやら殺されたみたいです。おだおだ。そういう夢を言いました。いや、これ難しいね。こういうことね。はいはいはい、もう分かってきた分かってきた。兄ちゃん任して、こっち行くから。よし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 、任して兄ちゃん、任して兄ちゃん。あぶねー、この獰猛な夢、ブルドッグめ、危うく噛み殺されるとこだったわ。2回も噛み殺された夢を見ましたもんね。ちなみにこれコントローラーで、できます。 Xbox のコントローラーをつないで、まあこのゲーム自体そのコントローラー推奨されてるんでね、ぜひねコントローラー、 Xbox のコントローラー持ってる方は Xbox のコントローラーでやってみたらいかがでしょうか。よいしょ。いいねいいね。あ、またこの協力プレイだろう。あった。よし、頼んだ。行けよ、どうぞ。そしてそのロープを頼んだわ。よろしく。いいね、こういう協力プレイいいね。これ2人用でも面白そうですが、これ一つのコントローラーで2人操作するでからこそ何か独特な雰囲気を出してるのかもしれませんね。いいねいいね、シンプルでいいね。2人操作してるけど操作がシンプルでね。あ、ウサギ、あら、黒いウサギと白いウサギ、意味ありげだね、意味ありげだね。これちょっとこっちウサギの様子見てみましょうか。ウサギやん。あ、ウサギ持った。弟はご弟持ってなんかなんかこの真ん中でええわっしゃわっしゃしたんだけど、これなんかもしかして、あ、黒くなった。あ、それでみんな黒かったのか。あー、そういうことか。なんか洗ってあげたいね。あ、でも嬉しがってんじゃない、みんなの仲間になったって。ほら、なんかいじめられてたんだろうね、自分だけ白いから。周りの人たちは純粋な黒のウサギだったんだけど、それでいじめられてたんだろうね。ほら、ウサギの仲間という実績をロックでき解除できた。イエーイ。なんか優しい、なんか心根が優しいゲームですよね。あ、あ、これこれ、あれじゃん、兄ちゃん頼んだ。あった。兄ちゃんだけで頑張る、それじゃ。頼んだ、ハムスター兄ちゃん。
ほら。簡単にじゃん、頑張って。あ、やってる間にゲッて。兄ちゃん途中で止めないでよ。ちょっと撫でてる場合じゃない。な、兄ちゃんずっと走ってないといけないから。兄ちゃんどうすりゃいいの。兄ちゃん置いてかれた。なんか止め具みたいなのないか。兄ちゃんこれ永遠とここで物語ずっとこれ。ちょっと待って。分かった。おお、そういうこと。重さじゃ無理なの。ちょっと待って。いや、分かった。弟にやらせる。兄ちゃんが行く。いや、任して。兄ちゃんは重いからね。あ、分かった。そういうことね。兄ちゃんじゃないとやっぱダメだ。ここに置いて、はい、かまん、これを重りにしていくっていう。その間右では操作しつつ。いやー、なかなかこれ難しいぞ。いや、ちょっと足りない。あぶね、あぶね。ヤギ全滅するとこだった。あぶね。これ4匹必要だな、これ。ヤギ全員ゴロゴロなるとこだったわ。危ない。頼んだよ。ヤギというか羊だな、これ。ハムスター思い出すよね、ほんと。これよくうちのハムスターも昔、ガタガタ夜中になったら動いてましたよ、もぞもぞと。発酵性ですからね、やつら。ちょっとまたこっち行っていて、こっち行っていてね。ごめんね、ちょっと一時の間だから。ちょっと待て。ああ、ちょっと待って。流されてた。あ、出てくるの。これさ、ちょっとやり方間違ってるんじゃない？これ。また流されていった、あれ。これどうしましょうか。あ、分かった。曲がりました。もうね、視聴者の皆さんもね、そこに置けよってなってると思いますが。弟、こいつに任せようぜ。そいつがやってくれんじゃないの。ほら。すまんな、羊。そこでずっとやっといてくれ。2匹ほど犠牲になりましたかね。この谷底に落ちていきましたかね。早速犠牲を、ちょっと払っちゃいましたね。お、なんかもうだいぶもうちょっとなんか村から離れちゃったな。大丈夫かな。モンスターとか出てくるんじゃないこれ。危ない。あの人まだあんなとこで頑張ってるんで、なんか知らないけど。見えない何か追いかけてんだろうね。羊はあの村に流れ着くかね。優しいゲームですしね。そう願いますよ。こっちに行くと。なんだこれ。巨人だ。巨人泣いてる。まあそのわけでちょっと今31分なので、一旦ここで、次はね、巨人、なぜか巨人が泣いているその回となります。お疲れ様でした。チャンネル登録は PC の方は画面上のアイコンから、もしくは画面下のチャンネル登録ボタンから、携帯機器スマホなどの方も画面下の登録ボタンからどうぞよろしくお願いします。